珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か？いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり。いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて、俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりたいと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った、それだけのことだ。しかしですね、さっきから何が言いてんだ。そろそろ本題に入れよ。用があって来たんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。ハルト君は4歳でしたか。可愛い盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている二人は太一君と彩子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、彩子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホー、おじさん。ちょ、あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。え？ダメで、もともと別にいいじゃん。ねえおじさん、俺のことわかる？太一、
それに綾子姉ちゃん、こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもハルトもね。シロも泉も浩二、三尾、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コージもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる、イズミはトリマーになったの。豆で練習してた。ミツオはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる、ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、ハルカ姉ちゃんとユウキさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしたく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も大地ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討はしました。いや、見せてくれて感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて、絵の入った筒を置いていきました。ですが死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時、あいつはまだ喋れもしなかったなのに。立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。まったくだ。
あいつらはとっくに自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺には耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を挙げた者には見合った待遇を与える。新将出発ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって馴れ合いはしない。その点花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ？新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するに、まだまだあなたの知らない秘密があります。もうそういう話にもなれた。
気をつけて。桐生さん。またな。